共産なんだろうか。そうだよね。なんか体型に違和感感じるよね。体型絶対細いもんね。どこが気になる？え？体型じゃないの？動画を見て、弱く度回復します。さあ、戻ってまいりましたが、利き腕じゃないですか、もしかして。もうこれ、まあ失敗した瞬間に気がついた。利き腕が違う。なるほどね。昨日俺を追いかけてきた狼は左手に凶器を持っていた。でも竹雄さんは右利きだよね。うわー、ちょっといいかな。なんだよ。昨日の夜追いかけてきた狼は左手に凶器を持っていた気がするんだ。でも竹雄さんは右利きなんだ。そうだ。俺は右利きだ。だから俺は狼じゃない。本当か？お前、暗闇で追いかけられたんだろ？確証あるのかよ。記憶でしかないけど、スマホでも判別はできない。じゃあ、頼りになるのはあんたの記憶だけかよ。そんなんで信じられるかよ。ちょっと私もそれは信じられないな。うわー、お前が頑張らないと俺が死ぬんだぞ、確かに。早くみんなに説明してくれ。必死に思い出そうとするが何も思い出せない。うわー、ちょっと、証拠が足りないのか、これは。うわー、マジか。やはり俺の勘違いだったんだろうか。ちょっと待って。これは絶対に違うと思うんですけど。うわ、これ、ちょっとやべえな。よくないな。ちょっと待って。左利きでちょっと。お前は昨日狼を見たんだろう。俺は狼じゃないよな。それでは処刑を開始する。警察官らしい処刑法を用意したので、ぜひ楽しんでください。うわー、ちょっとマジごめん、竹雄マジごめん。うわー、どんな風に殺されるんだろう。あ、どこに証拠あったんだ、他に。あ、追いかけられてる。助かる方法を教えてやろう。羊を捕まえろ。捕まえた羊は逃がすんじゃねえぞ。うわー、めっちゃ捕まえてる。すげえ、頑張ってるじゃん。できたと思ったよね。うわー、やばい、マジかー、マジごめん。私のせいで。やっちまった。絶対こいつじゃねえ。これがあれですよね。後で狼だったか発表されるんですよね。やはり警察といえど、自分の命が大切だったんでしょう。竹雄さんが処刑されてしまった。本当にあの竹雄さんが狼だったのか。最後に感じた違和感はただの勘違いだったのだろうか。正体は？いやー、これ羊の可能性ある。 腹立つな、これ。羊でした。残念。外しちゃったの？マジ？じゃあ、私たち、無実の竹雄さんを殺してしまったっていうことですか？そうだ。竹雄さんに悪いことしちゃったね。
でも狼裁判では彼が怪しかったよね。はい、それは全員が納得していると思いますが、あの違和感は正しかったよ。引き下がってしまったんだ。議論をしていたら結果は繋がっていたかもしれない。脱出の扉は開きません。狼も生きてここから出るためにバレないよう羊を殺そうとしてくる。そのためにいろんな工夫をするのが普通だろう。今更遅いが、あの燃やされていたシャツも狼が俺たちを誘導するための罠だったのだろう。武雄さんになんて申し訳ないこと。このルールならこういうことが起きてもしょうがないだろう。ごめんなさい武雄さん。うわー、もう心から反省してる。マジもうほんとさ、もう信じられない。次の狼を決めましょう。マジか。ちょっとこれやり直せないの？ついに来てしまった。私が殺す番。さあ続きからやっていきましょう。もう前回武雄さんをマジで無実の罪で殺してしまった自分にだいぶもう、 もうだいぶもう今落ち込んでますけど、俺は、狼、とうとう狼を引いてしまった。俺が生き残るにはこの中の羊を殺すしかない。突然心臓の音が激しくなる。込み上げる緊張と恐怖で頭の中が真っ白になりそうだ。俺に人を殺すなんてできるのか。その時混乱する頭の中でなぜか昔の記憶が思い出される。なんでこんな時に。じゃあもう何回も転校してるんだ。すごいね。別に友達毎回作り直すのとか大変だし。じゃあ今回は僕が転校先の友達一番目だね。ありがとう。僕の方こそだよ。君が来るまで一人ぼっちだったから。そうなの？うん。実は僕、いじめられてて。あ、でも気を使わないでいいからね。もし僕といるせいで君もいじめられそうになったら、見捨てていいからね。悲しい、なんか。そんなことするわけないよ。本当？うん。僕はどんなことがあっても、君と友達だよ。ありがとう。君みたいな友達ができたの、僕初めてだよ。一筋の光だったんだね。なぜこんな大変な時に昔のことなんて思い出してるんだよ。とにかく今は生きることだけに集中しよう。狼を引いたからには迷っていられない。俺は覚悟を決めた。まず凶器を手に入れなければならない。凶器を手に入れた後は誰か選んで羊を殺すんだ。俺にそんなことができるのか。でもやるしかない。極限状態の中で自分にそう言い聞かせた。わ、誰殺す。この不気味な女を殺したいけど。俺が入ってきたにも気がついていない。狙いやすいかもしれない。早く武器を見つけてこよう。普通に人を殺そうと考えている自分が恐ろしい。確かに。まあ、武器庫だよね、普通に考えたら。サバイバルナイフ。おー、やっぱり人がいる。あれ、何してんの？あ、もしかして武器の調達？あ、もしや狼だったりして。やべえ、武器を取りに来るだろうと思って。見に来ただけ。おお、同じ考えのやつがいるとは。ま、今のところ武器は取られていないみたいだな。そうだね。
私はもうちょっとここを見張ってよっと。わあ、武器庫はやっぱダメか。武器になりそうなものが置いている場所、意外なところから取りに行った方がいいんだろうな。大部屋。わっ、 無責任こそが災いのもとである。意味深なメッセージ。何、びっくりした。あ、すみません、そんな驚かせるつもりはなくて。ちょっと今は考え事しているから後にして。俺がこの部屋に入ったことに気がつかなかった。考え事をしている人も良さそうと。病室。拓也さんの人形。スマホを持ってる。 SNS 投稿された日は5年前。あんなに事件のこと細かく投稿してあったのに誰も見てねえし、めちゃくちゃレアな映像だったのに全然有名になれないじゃん。肝心の画像は暗くてよく見えない。5年前何か事件なんてあっただろうか。これは狼ゲームの真相を突き止めるヒントになるのだろうか。薬はダメ、治療のための救急箱。救急箱なんてあったっけ。独房病室。ああ、全然寝てないから眠くなってきたな。集中力も思考力もなくなってきたし、他の部屋で休憩するか。確かにね、そろそろきつくなってきてるよね。ガスボンベはダメか。って考えたらやっぱキッチンになるんだよね。リビングになんかあるかな。私もこのお面つけた方がいいんじゃない。ダメか。トイレ、シャワー。今回の狼って誰だと思う。いや、まだ全然わからないよ。君は今回狼。え、いや、違うけど。まあ本当のことを言うわけないか。僕は羊だよ。君と一緒だね。気づかれてるのか。こいつは何考えているかわからないから怖いな。確かに。破片、尖ってて危ない。これ使えれば一番いいんだけどな。美咲さん。怖っ。びっくりした。ごめんな。料理作るのに集中してて。急に声かけてごめん。何しているのか気になって。お腹すいた頃かなと思って料理作ってた。めっちゃ優しい。めちゃくちゃ優しいじゃん。好きだわ。武器になりそうなものがないか。他に武器になりそうなもの。今何時でしょう。その時計すごくおしゃれですね。ああ、ありがとうございます。アンティークで素敵でしょ。特注なんですよ。いつも持ち歩いている日記帳も同じく特注で、特殊な鍵付きなんです。へえ、こだわりがすごいですね。そう、好きなんです。アンティークなものを集めるのが。そうなんですね。そういえば本も好きなんですよね。おお、そうなんです。小説を読んだり書いたりするのが趣味なんです。へえ、それで国語の教師なんですね。へえ、でも国語の教師なんて私には向いてないんですよ。人を教育する、そんな責任の大きい仕事なんて本当はしたくないですし。そうなんですか。こんな一面もあるんだな。他には特になさそう。あ、トイレ、シャワーにいなくなってるから、破片を取りましたね。持つところを作れないだろう。宣伝をしちゃった。持つところを作る。どうしたらいいんだろう。
寝てしまった。さっきまで寝ていたのに起きてしまった。行動には気をつけないと。あー、ちょっと人が固まってるな。どうしたら持ち手を作ることができるんだ。お、カーテン下の方ボロボロになっている。鏡に巻いて来たね。これで殺すんだ。うわ、一人じゃない、物置が。儀式とかしてるやつ、面白いやつだな。私は結構好きだぞ。こいつが一人の時に狙いたい。自然に受け答えをしなくては。こうと話すのはちょっとあれだな。本というのは素晴らしい。マキさんも元気になっちゃったと。この流れだとやっぱり。ちえちゃんしかいないか、殺すのは。わー、狼ってやだな。ほんと手に汗握ってるわ。お腹いっぱいになったし、今のうちに脱出のための真相っていうのを探してみようかな。気になる。ご飯作っても誰も食べてくれなかった。美味しかったよ。りんたろうくんは食べてくれた。りんたろうくんだけなんだ。あ、みんな警戒してるのか。確実に怪しすぎるから、そんなのに毒入れたりしないよね、普通に考えて。いや、だいぶなんか人数減ってきた感あるな。このままだと誰も殺せないな。どうしたらいい？物置部屋が一人になってくれたらいいんだけど。とりあえず？これで、あ、そっか、まだ作ってなかったのか。うわっ、左手を切ってしまった。怪我なんてしてる場合じゃないのに。うわー、なるほど。早く傷の手当てをしないと。了解しました。傷の手当てはもうありましたね、場所が。病室。救急箱。手、怪我してるじゃないですか。大丈夫ですか？大丈夫です。怪我をするなんて、何かあったんですか？怪しまれないように返事をしないと。うわ、ここもか。バラのトゲ、紙で切った。紙で切ったぐらいにしとこうか。間違った選択肢。やり直す。はい、じゃあもう一回。バラのトゲが当たってしまって、バラのトゲででもそこまでのさ、怪我する？それで治療しようと思って。私もマキさんが体調悪そうだったので、薬を探していたところです。それならこの救急箱にいろいろ入ってるみたいですよ、と。お怪我大事になさってください。ありがとうございます。ごまかせたのか。武器が見つかれば狼だとバレるところだった。救急箱の道具を使い、急いで応急処置をした。せっかく武器を手に入れたのに、怪我なんてして無駄な時間を過ごしてしまった。早く行動しないと。わあ、誰か来よう。殺さなきゃいけなーい。俺が殺される。生き残りたい。脱出したい。殺すとしたら誰を狙う？同じ部屋に複数人いる状態ではダメだ。できれば隙があって単独で行動している人がいい。探してみるか。でも確実にちえちゃんでしょう。物置にない。こいつになんのか。まあ、うるさいからいっか。マジめんどくせえ。なんかいいもんねえかな。隠し脱出通路とか。うわー、行く行くの、行けない、行くの。
うわー、ちょっとやべえ。マジか。他の部屋を見てみるか。うわ、これで逃げられたの？狼じゃないと暇だな。狼遅えな。狼遅えな。凛太郎もいるし他を探そう。このゲームの真相についていろいろ話してきたんだけど、君はゆうやくんについて何か知ってる？わからない。やっぱそうだよね。怖っ。ちょっと怖すぎるっしょ。うわ、こいつ倒したいな。隙がない。一人でも隙がないやつはダメだな。あとはみんな二人でいるからな。普段料理とかするんですか？カップラーメン卵入りそれなら私だってできるわ。穏やかな家庭で育ったんだろうな。羨ましいな。私は道を踏み外してしまったから、もう人生終わりなんです。どうせ終わりなら自分の楽しいことだけ考えようって、そう思って生きてきたんです。ダメな人間ですよね。なんだか心に闇を抱えている。ここも二人いるから難しいと。ご飯を作ってあげてると。でもな、メガネ野郎はちょっと、メガネ野郎はちょっと、でも女性も殺したくないけど、お前か。ちょうど一人。部屋を探索しているというよりは休息しているように見える。狙うなら今だろうか。どうしたの？私に何か用？マキさん何してるのかなと思って。もうこいつなかなか殺す、なんか一歩踏み出せないじゃん。俺が狼だとバレてるのか。私怖くって。ほんと気づかれするよね。再び向こうを向いてしまった。今行けるんじゃないか。今度こそ、おぉ！これバレた？バレてないの？本当に。絶対怪しまれていいじゃん。怪しまれてるじゃん。お前は救えただろう。しかしお前は見捨てた。お前の正義は暴力だ。何か理由があって俺たちは集められているはずだ。それを知る鍵がゆうやということなのか。この自分が多分ゆうやくんなんだろうけどな。昔の記憶を取り戻してるから。で、なんかこれをやってるのは、このいじめられてたあの男の子なんじゃない？手がかりが少なすぎて何もわからないな。俺らはどうしてこんな場所に連れてこられて、こんなゲームをさせられているんだ。はぁ、なかなか殺せない。ヒヤヒヤさせんな、もう。あ、一人になってる。なんかやってるよ。懺悔を捧げます。はぁ。ナイフを振り回している。なんか行動がどんどん過激になってる。一人だがやめておくか。お前ほんとやばいな。一階のリビングにまで声が聞こえてきたぞ。あ、お前も知恵のショーを見に来てたのか。ショー。すごい声。祈りを捧げてるんです。しかもリツさんまで来た。ここもダメか。誰も殺すことができない。やべえ、マジか。まさにその通りだよ。やだ、ちょっと、あの女の子は殺したくない。どうせ殺すんならこの男がいい。手洗いお借りしましょうかね。隙だらけかもしれませんね。注意しないと。あなたも気をつけてくださいね。トイレに行くときはかなり周囲を警戒しているようだ。でも本を読んでいるときは隙が多いらしい。よく図書室にいる気がする。本を読んでいるときは狙いやすい。なるほど、わかりました。じゃあちょっと、図書室で。待つっていうこともできるか。なるほどね。みんなあれなのにね、殺されたくなかったら一つの部屋に固まってればいいのにね。わ、この子はやだよ。狙うなら今。美咲さん、美咲さんはこちらに気づいていないようだ。やめて、美咲さんは自分のタイプなんでしょ。美咲さんはやめなよ。ああ、よかった。ちょっとブラブラしてただけ。
うちはなんとなくここが落ち着くからここにおるねん。でもちょっと喉乾いてきたからリビングにでも行こうかな。飲み物取ってきてあげようか。そんなことないよ、待っててね。俺に人を殺すなんてできるのか。殺す勇気がなかった。あーそうだよね、罪悪感で胸が押しつぶされそう。せめて眠らせて痛みを感じないまま殺すことができれば。なるほど。俺は完全に美咲さんを殺す対象に決めてしまったんだね。ということは、睡眠薬。睡眠薬で美咲さんを眠らせて、ちょっと待って、おさむ殺そうよ、おさむ。おさむ殺したいんだけど。で、こいつは鋭いからダメなんでしょ？まあ、真相にたどり着けそうなやつは残しておいてもいい気がするけどね。やばい、物置が一人になってるけど、まだナイフ振り回してるのか。こういう狼の回避方法もありだなって。あ、待って、図書室で一人だよ。ここで下手に狙うのはやめておこうになっちゃうの？狙いなよ。マジかよ。これか、紅茶を入れる道具。今から殺すんだよ。何考えてんの？ちょっとマジで？一番タイプのはずだったじゃん。これもう嫌だ、そんなの。紅茶。色が濁ってる。外国の紅茶こんな白してるよね。もう多分主人公のこと信じきってるんだろうな。うわ、ごくごく飲んでる。ちょっと横になってもええ？もちろんだよ。つらい。つらい。つらい。やるの？やっちゃうの？殺す。殺さない。え？これ殺さないあり？殺さないでやってみよう。やっぱり無理。俺にはできない。ただ震えるばかり。自分が死ぬのに。恐怖心で体は優しくてたくさん話しかけてくれた。仲良くなりすぎたのかもしれない。だからきっと罪悪感と恐怖心で殺すことができない。他の人を殺した。次こそは必ず殺すんだ。よかったよかった。じゃあもうこいつだ、こいつ殺そう。おさむさん、これが最後のチャンスになる。おさむはいいよ、別に殺しても。行け、もう行け、もう行って、もう一気にやっちゃえ。まだ俺には気がついていない。今だ。どういうこと？え？嘘でしょ？うわ、これ美咲さん殺さなくてよかった。椅子にもたれているように死んでた。狼は俺なのに誰が殺したんだ？まさか俺以外にも狼が。見つかっちゃったね。え？どういうこと？血のついたナイフを持ったマキさんが立っていた。あなたは今、おさむさんを殺そうとしていたよね。狼は私のはずなのに、なぜあなたも狼を殺そうとしたの？彼をか。狼二人いる可能性もあんの？見られたからには君も殺すしかないの。彼女が近づいてくる。え、ちょっと自分も狼だって言おうよ。そんなこと信じるわけないでしょ。狼のカードを引いておさむさんを狙って飛び込んだところだったの。
なるほど、確かにそうだよね、そうだよね。よかった、この殺そうとしている状況を見てくれてよかった。え、どういうこと？あ、なるほど、一人だって言われてなかった。二人いても不思議じゃない。二人とも狼で、さらにどちらもおさむさんを狙ってしまった。そして偶然にもその殺害直後に出くわしてしまった。それなら筋が通る。なるほど、だからマキさんはこれからどうするの？もちろん私に協力してくれるよね。もし協力してくれなければ、この場でやっぱりあなたを殺すよ。でももし協力してくれるなら、あなたが狼だということは秘密にするわ。それにこの状況なら、あなたと私の状況の違いなんてほとんどないわ。むしろ私の方が有利なくらい。シャワールームの鏡でしょう。私の狂気のナイフはみんなが気づいていない時に物置で見つけてずっと隠し持っていたものなの。なるほど、狂気で攻められたら傷もね、そうだよね。彼女に協力した方が良さそう。まあこれはね、協力して、でも誰を犯人に仕立て上げる？早いとこ隠しちゃおう。これでひとまず時間を稼げる。今から偽装工作。いやー、殺さなくてよかったー。これ二人でも一人殺せばいいんだもんね。 CM 行きますか。ではまた次回お会いしましょう。